韓国のヒュンダイ自動車が13年ぶりに日本に再進出するようです。記事と韓国の反応を見てみましょう。ヒュンダイ自動車の日本進出再開が間もなく具体化する見通しだ。25日、業界によるとヒュンダイ社は日本への再進出に向けた詰めの作業に取り掛かっているという。これまで噂されていたヒュンダイ社の日本進出は、昨年11月、チャン・ジェフンヒュンダイ社社長が日本メディアに、先進市場でありながら最も厳格な市場である日本に進出することを慎重に最終検討中とし、電動化転換が遅れた日本市場でアイオニック5、ネクソの競争力を把握していると述べ、既成事実化した。その後、ヒュンダイ自日本販売法人 HMJ が6日に新規採用広告を出すなど、様々な状況をつかんでいる。日本法人内にマーケティング部署を新設するなど、組織整備にも乗り出したという。ヒュンダイ自が日本に進出するのは、2009年の販売不振で事業を撤退して以来13年ぶりだ。ヒュンダイ社は2001年に日本市場に進出し、8年間に1万5000台にとどまる販売台数を記録し、2009年に市場から撤退した。今回ヒュンダイ社の日本市場進出のトップにはアイオニック5がつく見通しだ。業界はヒュンダイ自が日本政府が電気自動車市場の拡大に積極的に乗り出す中、トヨタなど日本ブランドがこれまでハイブリッド車にだけ集中して生じた空白を先取りする方向に進むと予測している。進出時期についてヒュンダイ自の関係者は、現時点では確定したことはなく、今後新たな問題があれば発表する予定と線を引いたが、業界の一部では今年中に行われる可能性が高いという声が出ている。それでは韓国さんの反応です。ヒュンダイ自動車に日本で売れる車があるのか。昔日本人から、ヒュンダイはホンダの真似をする会社じゃないという声を聞いた。日本人が日本車を買うのは維持費が安いからなのに、会社だと維持費が高くなるのに。私は日本の軽自動車に飽きたので、ヒュンダイ車を買いたいな。ヒュンダイは最初から思い切って電気自動車で先取り効果狙おうとしてるみたいだけど、日本はもう諦めた方がいい。ガラパゴス市場でそこで耐えるのも難しいのに、どうやって新規開拓をするの。日本人はそもそも韓国車を買わないと思う。日本政府も電気車インフラ自体に生ぬるい対処をしており、一般国民も電気車に対する認識自体がそれほど高くもなく、本当に中長期的に考えなければ惨憺たる失敗に終わる可能性がある。日本のハイブリッド車の相手になると思う？電気自動車は早すぎる。少なくとも5年は必要。ということで、韓国さんの反応ではほとんどの人が否定的な意見でしたが、まあ実際日本で売れるとは思えませんよね。実際物好きもいるので多少は売れるとは思いますが、一般の人からするとメンテも不安ですし、あれだけ世界中で燃えてる韓国車を選ぶ理由がありませんよね。さらに仮に購入しちゃったとしても、例えば3年で買い替えようと下取りに出した場合、どれくらいの値がつくんでしょうね。勝手な想像ですが、20から30万で買い取ってもらえたらいい方な気がするんですが、買い取る方も売れるかどうかわからない韓国車なんて買い取りたくありませんよね。そしてやっぱり売れずに日本からまた撤退となると、日本は韓国不買運動をとか言い始めるのが目に浮かぶようです。とりあえず日本にいる韓国人の皆さん、せめてあなたたちだけでも買ってあげてくださいよ。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。